おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。今回は仏教と労働形態についてお話したいと思うんですけど、はい、ちょっとなんか突飛な組み合わせなんだけど、はい、日本ってこれ年功序列、はい、要は年取れば取るほど給料上がっていって、はい、出世もしていくみたいなんだよね、はい、で仏教はどうだと思う？仏教教団同じというか、修行を積めば積んだだけとかっていうイメージがあるんですけど、うん、実は釈迦が生きてた、ブッダが生きてた頃はそうでもなかった、はい、もうなんか平等、タメ口とか和尚さんに平気で叩いてたり、はい、ほとんどなんか平等の社会だったんだけど、はい、である日死ぬ時にブッダはどう言ったか、はい、どういうふうにそう、遺言だよね、はい、どういうふうに言ったと思う？弟子たちにこれからこれどういうふうにしろっつって、なんか何でしょう、規律を守れとか、そういうイメージなんですけど、ことなんだよ、ね、はい、そういうことなんだけど、特に言ったのが年功序列にしろよって、はい、へえ、はい、今まで急にほんのタメ口叩いて、はい、あんまだから平等を歌ってるから年上だろう、はい、年下がとかそんなあんま関係なかったんだよ、はい、でインドの社会ってそうじゃないんだよね、はい、カースト制っていうのがあってやっぱ、はい、うん、偉いだから受け入れられたっていうのは 平等で、でだからブッダもそうなんだよね、要はなんか貧しい人のがアポイントあるでしょ、はい、で金持ちが その時間にアポイント入れたらブッダどうしたと思う？お布施いっぱい来るよ金持ちの方が。いや、この貧しい、ブッダはね、この貧しい人の方が先に約束したから、はい、この人の約束を守って、はい、断っ、はい、後回しにしてくれと言ったんだよ、はい、でブッダの考え方はもうみんな平等、はい、だからで金あるとかその関係ないんだよ、はい、で言うんだけど、ただ死ぬ時は年功序列にしてた、はい、なぜだと思う？結局、はい、これをブッダの教えを広めるには教団そのものを長く続ける必要があるんだよね、はい、うん、要は平等にしたりすると、いや実力主、結局強いものっていうかが台頭してきて、はい、で崩壊するんだよ、はい、だから実力主義が ねこうってどうだったっけ、こうだっけ、そうです、うん、要はブッダが言ったのはとにかく先に出家した人が、はい、を敬えと、はい、で後に来た人がどれだけ仏教のことに造形が深くてもやっぱ敬えと、はい、で年取らなきゃ教団の方のトップいけないよってしたの、はい、で実に2500年にわたってこっちの方は持ってるんだよね、はい、で こっちはどうなる、さっきも言ったけど、やっぱね、組織が崩壊していくんだよね。はい。で、やっぱこれ、ということなんだよね。長く持たせるにはどっちがいいかって言ったらこっちなんだよ。はい。いう話です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。